いろんな生き物がいるな。ただ私は今それだけどころではないのだ。こっち方面だと、うお、なんかすげえのそびえ立ってきた。うお、すげえ。よし、半端ねえっす。半端ねえっす。雪がある。この目的を見失っていくこの感じ、うおー、読み込みが半端ない。あれですよね、私が見ていた世界がどんなに小さいかを思い知るみたいな感じですね、これね。まあもう当然戻れないんですけどね。どこって感じです。またなんかいた。ただこの大陸ではない、こっちだよ。世界は広いな。栄養補給。どこへ向かう。一気に世界が広がりましたね。やっぱ地上から攻めるのもありですね。なんか地下はダンジョンでね、鉱石が取れるからね。海がすっげえ深い。海深すぎ、怖っ。もうどんだけ世界広いのって感じですね、このゲーム。これが受けたんでしょうね。持ってたぞ。この地下になんか穴が開いてる。やべえ、コンパスが欲しい。せめて北はどっちみたいな感じ。
作れんのかな、狙ってみよう。多分鉄で作れんだろう。さあこれはどちらへ向かっているのか分かんないです。もう分からない。ひたすら光だ。でこれはさっき私がやったやつだ。そういうレベル？マジ冒険者ですね、それね。しかし月がいない。しかも今1回転半ぐらいしかで、どっち見てるか分かんなかった。なせばなる。大丈夫、いける。こっちだ。感じる、こっちに感じる。これ海にモンスターがいたら本当に詰みますね。だからあえていないのは正解ですね。正解だった。これ光ってるでしょ。ほら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 、これさっきのとこだから。で、ここに到着したわけですよ。さっきはね。なんだここって思いながら。光ってんじゃんみたいな。ここ2個置いといて、こっちだ！行け！行け！こっちだ。もうまっすぐ一切動かない。ずーっとまっすぐ進む。あ、これダメ。惑わされるな。惑わされるな。
あれは罠だ。白樺なんてそんなにいないからね。やべ、どんだけおったんだって感じっすよ、わしは。こっちだ。何か見えてきたぞ。あ、だけどこれは見たことがない大陸だな。こっちじゃないな。方向としてはこっち、こっちよ。さあ進め。だってしばらくずーっと何も出ない時があったんで大丈夫だ。大海原。いやしかしね、本当に何もねえな。お、なんか見えてきたぞ。さーて、どこだここは。予定では私の本拠地大陸に到達してるはずなんだが、おかしい。どこまで行っても海。なぜだ。あれ、いや、白壁なんて、ね、白壁が見えた時点でもう違うんすよ。こんなに長くはないわら。あれ、なんか赤いものがある。なんだあれは。あ、これちょっと。なんだ。赤と言ったら惹かれるに決まってるじゃないか。仕方ない。すべてを置き去りにしても。なんだこれは。なんだこれは。なんだこれは。サイコロ。え？